went to the ground, and that's not where I wanted to be with her. So, but her punches wasn't as powerful as people think. そうですね。彼女のギャビーですけれども、思ったほどですね、パンチ自分そんなに痛くなかったんですね、実は。それで、私の方にとってはすごい良かったんですけれども、とはいえそのこう頭をちょっと下げてしまったので、それでリングのところにですね、頭をちょっとつけられてしまって、寝技の方に持っていかれてしまったのでですね、ちょっとその体勢が、私の体勢が良くなかったというところです。まあ、チャンスがあればどっかで攻めていける、攻めていこうと思ってたんですか？ supposed to use my feet work more, the first minute and a half, 2 minutes, get the feel for it, andthen I was gonna take my chances when they were open, but I messed up and didn't stick to the game plan, so it's on me. そうですね、初めの一般なんか2分ぐらいで大体手応えをつかんでですね、フットワークをもう少し自分の方でペースをつかんでいこうと思ったんですけれども、なかなかチャンスつかみきれなくてですね、もともとの想定していたそのゲームプランにのっとって、試合を運びができなかったっていうのが、原因だと思いますね。で、今後も MMA はやっていくつもりですか？ Of course. もちろんです。もちろんです。You learn from your losses. はい。こういった負けたことからも学びがたくさんありますので、続けたいと思います。他にご質問の方いらっしゃいますか？では、以上で終了します。ありがとうございます。Thank you. Thanks for having me. 大丈夫ですか？